今回のタイトルはミルコメダ財団カルダノ向けの次世代DAOの構築です。ぜひ最後までお付き合いください。ユーザーエクスペリエンスと開発者の牽引力を高め、主要なレイヤー1エコシステムに次世代のブロックチェーン間総合運用性を提供するために構築されたレイヤー2ソリューションのミルコメダが2022年8月に行われる初のDAOハッカソンへの応募を受け付けていることがコインジャーナルのプレスリリースから明らかになりました。カルダノ向けの次世代DAOの構築。2週間のハッカソンでは世界中から開発者が集まり、ミルコメダサイドチェーンを搭載したカルダノエコシステムのための次世代の分散型自立組織 DAO を構築する予定です。プロジェクトカタリストの取り組みとして総額$45,000の賞金を獲得することができます。 DAO プロトコルを完成させるための5つの課題。ハッカソンの参加者は JavaScript、TypeScript、Solidity などのプログラミング言語を使用してチームとしてまたは個別に参加できます。このイベントにはDAO の UI、DAO のツール、ソーシャル DAO、DeFi DAO、およびブートストラップ DAO の5つの課題が含まれます。各課題の目標は、既存の DAO プロトコルを改善し、UX を拡張し、開発者コミュニティが創造的なツールを構築できるようにすることです。ハッカソンは、カルダノの分散型ガバナンスのための、新しいツールとソリューションの構築に関心のある Web3 の開発者を招待します。判断基準には、技術的な実装、設計、潜在的な将来の影響、開発および提案が含まれます。ミルコメダについて。ミルコメダはアーリントンキャピタル、ソラナキャピタル、コインベースなどの投資家に支援されています。またミルコメダは人気のあるスマートコントラクト言語であるソリディティを提供すると同時に、ブロックチェーン間の総合運用性、ユーザーエクスペリエンス、開発者の牽引力を全てレイヤー2レベルで強化することにより、主要なレイヤー1エコシステムに EVM 互換性を提供します。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。